ファンのジャイアンファンのために送るスペシャルラジオライブプログラム。もちろんパーソナリティは俺、ゴーダ・タケシだ。心の友よ、俺はこの時を待っていたぜ。もちろんみんなも俺の声を待っていたよな。チャンネルを変えようとしたらギッタギタのメロメロのボロボロにしてやっからな。リスナーのみんな、今日はなんかスタジオの外で大きな工事をやってるみたいなんだ。うん、じゃあ気分を変えて一曲いってみようか。よし、リクエストは、うわ、のび太のママから来てるね。曲は、おお、俺のデビュー曲、乙女の愛の夢。それではお聴きください。どうぞ。おーい、あのあい、うわはは、 I know ママがこんな曲リクエストするわけないだろ。そうだよ、そうだ、耳が壊れる。ドラえもん、なんとかしてよ。あ、そうだ、これがあった通り抜けフープ。すごい、ドラえもん、これでスタジオの中に入れる。ジャイアン、何やってるんだよ。ああ、これはドラえもんと僕のラジオ番組だぞ。お前のものは俺のもの、番組だって俺のもんだぞ。めちゃめちゃ言わないでよ。せっかくのドラジオ再開だっていうのにもぶち壊すなんて。お前、殴られたいのか。まあ、喧嘩しないで。せっかく放送を楽しみにしてたみんながガッカリしちゃうじゃないか。のび太くん、6月15日はジャイアンのバースデーだしさ、今回は3人でやろうよ。にぎやかでいいじゃない。おお、それいいな。俺司会、君たちはゲストだからな。いいかげんにしろ。では気を取り直して、ブヒン、ドラゴンスーパーレディオステーション、ドラちゃんのラジオ。ねえねえ、ドラえもん、今ドラちゃんドラジオって言わなかった？あ、そうそう、あ、前のドラジオは映画のホームページから放送だったんだけど、今度のドラジオは、なんとドラえもんの公式ホームページ、ドラえもんチャンネルから放送することになっちゃいました。イエーイ、なんだか盛り上がってる。そうだったんだ。だから、ドラちゃんドラジオって名前になったんだよ。ということは、いよいよレギュラー化かな。前のドラジオが大好評だったからね、これからは定期的に放送できると思うよ。だから僕たちもますます頑張んなくっちゃね。そうだね、あ、そうだ、この番組の感想やこんなことやってほしいみたいな意見もどんどん送ってね。はい、ドラえもんチャンネルのホームページから送れるからね。おお、もちろん俺のリクエスト曲もバンバンバン待ってるぜ。待ってないから。そういえば、夏も近づいてきて、いよいよ衣替えの季節。僕たちの洋服も衣替えしたんだよね。みんなテレビのドラえもんチェックしてくれたかな。色もカラフルですっごくかっこいいんだよ。おお、そうなんだよ、俺のが一番かっこいいな。まあ俺は何を着ても似合うんだけどな。あれ、ドラえもんどうしたの。みんなはいいよね、僕だけ
変わらない。まあ、落ち込まないで。ドラえもんも新しい主題歌で頑張ってるじゃない。そうだ、そうそう、テレビのオープニング曲が変わったんだよね、うん、楽しくて元気いっぱいの歌だからみんなも覚えて歌ってね。そうそうそう、みんなが覚えられるように俺がまず歌ってやるよ。ワン、ツー、スリー、ゴー、あ、じゃ、もう、心の中は、あ、いつもいつも描いてる、夢。新しい正しい主題歌はテレビでチェックしてね。タケコプター。ああ、だめだ。ドラジオニュース。はい、ドラジオニュースの時間です。2008年春、待望の映画ドラえもんの公開が決定いたしました。タイトルはまだ未定ですが、超感動巨編になる予定だそうです。うん。では、レポーターののびのび太くんに現場から中継してもらいましょう。のびのび太くん！はーい！ここは映画を制作している新映動画さんです。あそこに監督がいらっしゃいます。ちょっとお話を伺ってみましょう。監督、来年の映画はどんな感じになるんでしょうか。え、まだ話せないって。はい、7月14日から映画館で予告編がかかるから、それを見てほしいということです。映画公開に向け緊張感漂う現場からの中継でした。どうもありがとうございました。ということでね、気になりますね、映画2008は一体どんな内容なんでしょうかね。ここからは映画評論家の合田武史さんに予想していただきましょう。お願いいたします。皆さんこんばんは。評論家の、合田武史です。そうですね、今回は、いよいよあのジャイアン君が主役に大抜擢じゃないですかね。歌も上手ですから、ミュージカル仕立ての作品っていうのも、あるかもしれませんよ。ありえないですね。失礼しました。映画の最新情報はホームページでも紹介するので楽しみに待っててください。ではコマーシャルです。ドラちゃんドラジオ。いやー、みんな元気か。俺の歌が天才的だってことはみんなも知ってるよな。俺はこの才能を自分一人のものにしとくのはもったいないって考えたんだ。そこでみんなにみっちり歌を教えてあげようと思う。歌手になろう。世界的アーティスト合田武史が、親切に指導します。ジャイアン音楽院、ただいま生徒募集中。君の入学待ってるぜ。ドラジオ質問コーナー。ふぅさて、今回はジャイアンバースデースペシャルと題して、みんなからの質問にジャイアンが答えます。ジャイアン、準備はいいかな。おっす。はい、では最初の質問です。ドン吉くん、ドン吉くんからの質問です。ジャイアンのお父さんはなんであんまり出てこないんですか。お店の仕事が忙しいのですか。だって。おー、俺の父ちゃんのことか。もう俺の父ちゃんはいっつも仕事で忙しいんだ。それで町内会の集まりにもよく顔出したりしてるからな、あんまりこうみんなの前には出てこないんだ。でもな、力がすんげえ強くて、時々俺に柔道を教えてくれたりするんだぜ。すげえだろな。母ちゃんはすんげえ怖いんだけど、父ちゃんは結構優しいんだ。俺はそんな父ちゃんが大好きだけどな。柔道を教えてくれたりするんだ。そうなんだぜ。わあ、いいな。
ジャイアンのお父さんが優しいなんて結構意外だね。意外意外。ではね、次の質問いってみましょうかね。はい、あ、なんだこれは、シナモンロールさんからの質問です。私はスチュワーデスになるのが夢です。おー、いいね。ジャイアンさんは歌手以外になりたいものがありますか、だって。実は、なんだろう、ファッションモデルなんて、そんな、ファッションモデル。なんだかなんだか、ジャイアンがファッションモデルなんて似合わないよね。のび太、何がおかしい。のび太くん、大丈夫？もう、一言多いんだから、ちょっと、静かにしてた方がいいよ。そうだね。でも、次の質問も、なんだか殴られそうな予感がするよ。どうしよう。頑張れ。でも、頑張って聞かないとね。はい、リサイタルへゴーさんからの質問です。はい。実はジャイアンはおままごとが大好きと友達から聞いたことがあるんですけど、本当ですか？おお、それ誰に聞いたんだ？質問してんの僕じゃないでしょ。ここに書いてあるんだよ。そうだよジャイアン、ファンからの質問なんだからもうちゃんと答えてよ。実のところ本当だ。ジャイアンの趣味がおままごと？いやだ、おままごとはなアートなんだ。繊細な俺も唯一の楽しみなんだ。お前たちにあの楽しさが、分かってたまるか。次行け、次。ほら、早く。ジャイアンってさ、結構、オートメチックだったんだね。では、次の質問いきまーす。これはミニドラさんからですね。ありがとうございまーす。ありがとうございます。何？ジャイアンは、ミュージックステーションに出たいですか？だって。それはね、実はオファーがもう僕のとこに来てるんだよ。ミュージックステーションに出てくれないかって。俺、超売れっ子だろ。なかなかスケジュールが、ほら、合わないんだよ。よく言うよ。ジャイアンがさ、テレビに出たら見てる人どころか、テレビ局が壊れちゃうよね。のび太、お前さっきから聞いてれば。だって、本当のことじゃないか。のび太、覚悟しろ。はいはい、質問コーナーはここまで。さて、ドラちゃんどん、もう一回行くかな、こりゃな。放送からドラちゃんドラジオでは新コーナー、漫画セリフ大賞が始まります。漫画セリフ大賞？うん、漫画のドラえもんの吹き出しに面白いセリフを入れるコンテストです。応募された作品の中から優秀賞を選んでこのドラジオで発表しちゃいます。さらに、優秀作品は僕たちが実際にアテレコして発表します。詳しくはこのホームページ内の応募方法またはミルドラジオを見てね。あ、なんだか面白そうだね。ドラジオもますますパワーアップしてきたね。もう行くよ行くよ。さて、次回のドラジオは8月放送予定です。お楽しみに。ちょっと待った、俺の曲ちゃんとかけてないじゃないか。じゃあここで歌ってやる。おーい、なんだ、おわはあとわ、やっべー、次回まで、バイバーイ。
大丈夫じゃない。やめてくれ。耳がしびれる。みんなこれ次回も